おお、今日すごいな、このメンバーは。中村誠太郎、上田理央、土屋翔平、井上隆、秋元翔平、森大輝。このメンバー最高だね。いいね。1番中村誠太郎、2番は黄色のあれだね、土屋翔平だね。おお、理央くん頑張ってよね、え白。おお、中村誠太郎くん、この人がまた綺麗なんだよ。お父さんも中村聖坊って有名なサーバーがいるんだよ。あ、いいね、ほんとロッキーザボックス入って、あ、いいね。このね、手つきがまたお父さんにそっくりでいいね。あ、カットバック最高に簡単にやってるんですごい難しいんだよ。おお、ブルー井上隆くんかね。あ、彼はね、なんか JPSA でグランドチャンピオンですか。ああ、いいターンこれからするだろうな、これだったんだったら。ああ、いいね。わあ、素晴らしい素晴らしいターン。俺もうこれで満点だよ、満点。いいターンしたね、若いのにやっぱり写真とかフィルム見てんだな。今泣かせるよ、あのおじさんたちを。井上隆くん、あー、ハングバグちゃんとかけてるんだ、素晴らしいね、いいね。あー、これいいよ、ミッキーダラみたいな。あ、ハングバグで、これも素晴らしいね、タカ君ね。あー、いいね。ミッキーダラってね、マリブのね、チャンピオンがいたの、乗り方そっくり。あー、いいね。これでちゃんとノーズに3種類のノーズをかけてる。あー、ハング10だね、素晴らしい素晴らしい。これもう満点だよ、満点越しちゃったよ、すごいね、すごい。お、1番秋元翔平だ、グリーン秋元翔平君もこれもうまいんだよ、サービンがめちゃめちゃ。いや、本当にやられたら誰が分かんないが、 JPS のあれでは秋元君はトップクラスだね。ちゃんとほらね、ノーズが足かけてノーズつま先を出したよ、すごい。ほらね、出してるんでしょ、最高のスーパーテクニックだよ。ああ、いいね。やっぱりね、手がね、JPSM と違って重たいから、やっぱり力入れて、いい感じだよ、ほんと。いやー、いいね。やっぱりね、ボトムをピタッと波につけて、押さるようにして、レールをピタッとつけて、すごいスーパーテクニックですよ、俺も。すごい。一つ一つ丁寧に丁寧に乗ってるよ、秋元君も。みんなそう、今現在人丁寧に乗ってるよ、本当に。誰かな、森大輝君かな、黒の。ああ、この人もチャンピオンだから、みんな全員チャンピオンなんだ、過去に。すごいよね、いいね。ああ、すごいすごい。翔平くんどうしちゃったのかな。これは リオくんだね、白。リオくんも綺麗な乗り方するね。お父さんがね、シェーパーではもう日本で1番2番争うシェーパーだから、ワイユーです、ブランドはすごいですよ。これ上田くんもチャンピオンだったか、お父さんもね、すごい。ああ、これタカくんね、これグリーン青。俺は選手の時、若い頃グリーン嫌い、グリーンとかブルーが嫌いだったんだよ、目立たなくて。ああ、俺の曲がかかったよ、皆さん聞いてよ。多分世界中で自分の歌を作ったのは俺しかいないと思うから、俺と小田さんと2人しかいないと思う、コースラインの。ああ、いいね、中村誠太郎くん、やっぱりスペシャリストだね。お、秋元君も九州南の国のスペシャリスト、これは湘南のスペシャリストですよ、一生残る中村誠太郎君です。彼はおとなしくて本当にいい子で、おとなしくて礼儀正しくて、歩き方がやっぱりすごいね、素晴らしいね、洗練されてるよ。日本舞踊でチーントンシャーンどころかもうすごいですよ。あー、いいカットバックしてる、手もいい、力を抜いて。あー、うちの翔平くん、土屋翔平、これも抜群のカットバックだね。怒っちゃったんじゃない、力があるから、彼はバーが。あ
いいね、やっぱり嬉しいね、うちのライダーがこうやってね出てくると。お、6番森大工、彼もねパフォーマンスのサービンだけども、クラシックもうまいね、一流だね。いやすごいよ、ここに出てる人は。だってノーズが刺さって普通パーリングで抜いてるから出してるから、それがやっぱりプロよね。あー、カットバックいいね、いい、カットバックしてるもんね、カットバッキングじゃなく。いいよ、すごい、森大君うまい、この子もねすごいうまい。いいね、ちゃんとね、波がこう難しいとこ行ったらね座ってコントする。このスケップハウスは3番青、お、井上貴君でね、あー、なかなか渋いことやるね。いや、あんな若いのにいくつ、15、16でしょ、見てんだね写真とかでもね。お、土屋翔平君いいね、土屋翔平君もスムーズに乗ってる。あー、このターンがね、なんと見えない、こんなターンできないから土屋翔平しか。これ愛のボトムターンだ。おー、パクリンチョスやってくれたじゃん、ほら、愛のボトムターンにパクリンチョス、これうちのライダーだからしかできやってくれたのかな、俺の頃知ってて。あー、これもハングバーブいいね。お、森大君だね。いや、彼もうまいね、本当は決勝残るメンバーなんだけどね、波にやっぱりこうね、大会の時にバレる波のセクションが合わないんだろうな、多分ね、いい波乗りはもうね、トップクラス行くのに。ウエスーツはホットラインだね。ああ、いいカットバックだ、やっぱりチャンピオンだからってすごいね。お、赤かなこれ。あ、秋葉翔平乗り方がいいじゃないの、本当すごいね。腰を曲げない、立って歩ってるもんね。あ、ハングパイプかけました、右手を上げてポーズ取って、あー、ノーズが刺さりそうなの、抜いてる、ここは難しいの。あー、抜いて戻っていいね、難易度のとこでハングパイプ。あー、カットバック、これも満点だね。いい、遠心力使ったカットバック、カットバッキングは拡張んだけども、カットバック遠心力使ってるね、この重たい板で遠心力なんかブルーって触れちゃうんだから、それをうまくねコントロールしてテール、右足でコントロールしてる、いい感じだよ。今度は次ね、こっちどうやって滑っていくのか。あー、これもいい板ね、テールを半分沈めたりしてターンしてる、なかなか難しいのよ。板を曲げて、これから進行方向に向かってどうする。あ、またカットバッキングきた、今度はニードロップカットバックだね、これはね、ボトムが全部見える、いいね、すごい、手もリラックスしてるし、いいね。やっぱこのクロスっていうのはね素晴らしいよ、クロスして歩くっていうのはベタ足と違って、これだけだってテクニックだから、波を見ながらね行く。これも井上貴君か、いいね。やっぱりね、もうちょっとね、貴君もこれから研究してって背丈をね、高く綺麗にかけることを覚えると、もっともっと上手くなると思う。あー、このカットバッキングもいい、一生懸命なんだよ多分、負けちゃいけないと思ってお兄さん方にね、いい根性してるよ。これもいい、あれだ、ターンだったら帝国だね、誰だこれ、森大輝君かな。あー、いいね、ターンしてね、やっぱ波の力がないから大変だよ、みんなサービン、いい波に見えるけど、波にパンはないから、板の重たいから押されていかないわけよ、そこをうまく滑ってんだ。ああ、翔平君ですね、いいね、翔平君も。これからノーズの方にかけるのかな、後ろから中村誠太郎君が見てましたね、今ね、どんな滑りをするのか。中村誠太郎君もヒートアップ意識してるのかな、今のね、みんなそうだけどね、乗ってる見るから。お、また3番乗りましたね、井上貴君ですか。お、ハングパイプ、みんな若いのにうまいよ。おー、ノーズスピンだね、いいね、
いいね。ウエススーツもね、ちょっとクラシックなウエススーツでマッチしてますね。サービンコンテストディータと全部。あ、いいね。おお、ゆっくりゆっくり。ああ、よかった、成功だね。なか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 勉強してるよ、若いのに。今度あれかな、秋元君かな。ああ、いいテイクオフ、いい波乗ってるね。いい仕事してるよ。何でも鑑定団みたいだよ。ああ、いいね、やっぱ秋元君うまいな。ハングパイプかけて、難易度のところでかけてもね、いつもね、彼は素晴らしいよ。簡単なところでかけない、難しい。もうスープは前崩れてるんだ、それかけてんだから。これがビーっていく。ああ、いいね、捕まった。でも後ろにスープは乗っかってんが、ノーザー潜んない。後ろの方にボートに乗っかってるから、やっぱりすごい、やっぱり乗り方、今ジョエルのねレギュラーだけど乗り方ちょっと似てたね。いいターンしてるよ、ボトンボタンしてね。今度はオブザリップ上に上がっていくから、竹本もそれも上にバンと上げられないな、波に力がないから、うまく合わせて波とボートの重さをね、ミックスでみんな乗ってるから、みんなうまい、プロだよ。日本でこの人たちがしかいないんだから、プロさんは。あと誰もいないんだから。ああ、いいね。振り向いてカットバックって歌にもあったけども、いいよ。ああ、これこれいい感じだね。バーッとゆっくりターンして、やっぱりね、こうなんとかな、次の動きがね、分かるのってのは昔よくないって言われたけども、これ分かんないでしょ、だから面白い。もう今ね、昔俺たちの時代は次の試合、あれが分かっちゃいけないって言われたけども、今はもうショートボードでバンバン次の方をみんなね、アナウンスしてるから、それでいいと思うんだけど。お、これどういったパラレルスタンプで何が乗ってるのかな、この大工。おー、ノーズかけたね。何しろ波がさ、フックで、もうまだフックしてもうカールになってないんだから、フックの時点だから難しい。これがちょっとカールになったでしょ。おいいね。おっ、土屋翔平いいターンしてるよ、これもねえ。これ初めて乗るんだから、練習してなかったんだ。それにしては全然うまいよね、土屋君も。ただヒートがね、みんな有名選手ばっかりだから。ああ、これなんか最高でしょ、ちゃんとねえ。いい、土屋翔平だってクラシックシングルビンで2回全日本優勝してるんだよ。